フゴッペ洞窟遺跡1、フゴッペ洞窟とは、北海道余市町栄町の通称、丸山中腹にある、俗縄文時代の遺跡。フゴッペは、栄町の旧村名。日本に700以上ある、洞窟遺跡のうち、近隣の手宮洞窟と2カ所のみで、現存確認されている岩面国画で知られる。日本海の海岸から南方、約250メートルに立地し、通称、丸山と呼ばれる、砂岩質よりなる、小丘陵の東方に面した岩陰遺跡である。余市水産博物館が管理している。1950年、札幌市から小樽市蘭島へ、海水浴に来た大塚清之助が、西に 1.5km 離れた丸山に足を伸ばして、洞窟を発見した。北海道札幌南高等学校郷土研究部に、属していた兄の大塚伊和夫から、丸山に、フゴ部古代文字の遺跡があると聞いていたためである。弟から連絡を受けた兄も、現地を確認した。農家が斜面から畑用の土を取ったところ、洞窟が現れたと伝わる。大塚兄弟は、郷土研究部顧問の島田善三に知らせ、楠公が発掘に乗り出し、同年暮れまでに土器などを見つけた。フゴッペ洞窟を有名にした岩面国画は、後で入った別のチームが発見した。先行かつ正式な手続きを踏んだ楠公に対して、鳶が油揚げをさらうようなものといった批判が起き、論争となった。正式な発掘調査は、島田から相談された北海道大学教授の名取武光助を団長とする調査団が1951年及び1953年に実施した。大塚兄弟の他考古学、人類学、地質学の専門家が参加した。フゴッペ洞窟の保護展示施設洞窟の開口部を完全に覆うように建設されている。遺跡の現状は奥行きが約5メートル、問い口が約4メートル、高さは約5メートルである。壁面の至るところに原始的な図像が印刻されている。図は当初200個程度と数えられていたが、その後、800個近くが確認された。人物や動物、船などを象徴したものと推定されるものが多く、他に列点もあり、呪術的な性質を有するものと考えられている。アムール文化との関連性が言われているが、詳細は不明である。洞窟には、厚さ約7メートルの異物包岩層があり、薄手の銅器、石器、骨格器等が出土している。また、貝殻や、占い用と推測される銃骨も見つかっており、それによれば現在、遺跡周辺に生息しているものとの違いは見られなかった。1953年11月14日、国の史跡に指定された。1972年から現在に至るまで、国画はカプセル方式の施設により保護、展示され、一般に公開されている。フゴッペ洞窟ではなく、フゴッペ遺跡と呼ばれる場合には、昭和2年に鉄道工事中に発見された古代文字様の壁画と石宮を表す場合があるので、混同しないよう注意が必要である。第二次世界大戦前に発見されたフゴッペの遺跡は、小樽新聞昭和2年11月14日によると、鉄道工事作業員の宮本義明によって発見された。鉄道敷設に際して、フゴッペの丸山を掘削して、二つに分けたのだが、その壁面に古代文字のような壁画と石宮のようなものが出現し、話題となった。伊勢北斗の論文は、この古代文字について論じたものである。この古代文字に関しては、小樽高等商業学校の西田正三教授によって、この遺跡はアイヌのものであると発表されたが、アイヌ出身である伊勢北斗による、この遺跡はアイヌのものではない、現代人による偽物ではないかという反論が、同じく小樽新聞に掲載された疑うべきフゴッペの遺跡である。小樽文学館の展示物によると、小樽新聞では発見は大正14年であるとなっているようだが、昭和2年の間違いであろうと思われる。戦前の余市郷土史では、周辺の農夫が角土用の土を採取している際に発見となっているようだが、これも疑わしい。北斗のフゴッペの遺跡と国の史跡に指定されたフフゴッペ洞窟は厳密に言えば異なるものであるが、北斗の論文には遺跡の場所、函館本線からの距離、周囲の状況が明示されている。まさしく現在のフゴッペ洞窟の裏側の壁面であり、二つの遺跡に全く関連性がないとは考えにくい。現在、戦前のフゴッペの壁画は現存しない。伊勢北と同様、金田一京介も戦前のフゴッペ壁画が偽物であると断定し、昭和天皇に尋ねられた際にも、知人のアイヌが少年時代に描いたいたずら書きであると伝えたという。そのためか、適切な保存処置も行われず、朽ちるがままにされてしまったのである。ABCDEFGH 字を訪ねて1950、洞窟絵画の発見中学生が、一方発掘着手、北海道新聞日曜朝刊別刷り2019年5月5日、1から2面、国指定史跡ガイドの解説。ことバンク。2018年5月3日閲覧。フゴッペ、洞窟-国指定文化財等データベース。ありがとうございます。